パラグライダーにエンジンを背負って飛行するパラモーターの大会が埼玉県で開かれました。パラモーターはパラグライダーにプロペラのついたおよそ25キロのエンジンを背負い、その推力で飛行するスカイスポーツです。全国規模の大会はあるものの知名度は低く、競技人口を増やそうと群馬や埼玉などの関東エリアで競技に取り組むメンバーが関東パラモーター連合を組織し、今年初めて開いたものです。大会には群馬をはじめ埼玉県や千葉県などからおよそ60人が参加し、コースに設置された3本のポールをキックして得点を重ねたり、指定された場所にマーカーを落としてポイントを競う種目などにチャレンジしました。選手たちは風向きを計算に入れながら操縦テクニックを駆使して次々と難関をクリアしていきました。参加者の大半がホームページやブログをきっかけに知り合ったということで、大会を通じて交流を深められるのも狙いの一つです。選手たちは地上50メートルからの景色を満喫しながら休日のフライトを楽しんでいました。